こんにちは。劇団扉座で俳優をしております早川圭介と申します。イエーイ。はい、今日はですね、僕役者の観点から滑舌のお話をしていきたいと思います。滑舌って皆さんどういうことが大事かわかりますか？そう、舌の動き大事。そう、あ、セリフの速さとかね。なるほど、そうです。それら二つも大事ですけれども、大事なのもう一つ、顔の筋肉ですね。表情筋って言うんですけれども、この動画は表情筋、口角などについてお話ししていこうかなと思います。お家でできる表情筋トレーニングでやっていこうかなと思います。まずは表情筋のほぐしから始めます。まず顔全体を脱力してください。ゼロの顔、そこからまず口周りの筋肉をほぐすために、これリップロールって言うんですけれども、ブルーって唇の筋肉をリラックスして、ちょっと唇を合わせて息を前に出します。これ今人と人が対面でやると唾が掛け合いになるので、壁とかに向かってやるようにしてくださいね。しばらくやってくると、ここの筋肉がだいぶリラックスしてきます。続きまして、口角上げトレーニングです。もう僕オーディションの前とかでもよくやるんですけれども、第一印象ってすごく大事になってくるんですね。これ第一印象、滑舌だけじゃなくて表情のお話にもなるんですけれども、口角を上げることってすごく大事になってまして、それのトレーニングやっていこうかなと思います。まず口角って、ここの筋肉ね、笑うとニッて上がるところの筋肉なんですけれども、ここをグッと上げます。ちょっと今日は変な顔の連続の動画になると思うんですけれども 笑ってないで皆さんもやるんですよ。口角を上げていきますね。で、この口角を上げた状態で1分キープ。1分ですよ。うわ、何秒ぐらい経ったのかな。とりあえず口角をずっと上げた状態にしておきます。1分間ずっと笑わない、上げ続ける、上げ続ける。そうすると、30秒から40秒ぐらいの間で、だいぶ、ここが痛くなってきます。痛くなっても、下げない、下げない。ずーっと上げっぱなし。で、1分経ったら、脱力しますよ。5、4、3、2、1、脱力！だいぶ、ここの筋肉、疲れて痛くなると思うんですけれども、それはみんな表情、笑顔、怒ったりとかっていうのをサボってるってことだぞ。これやるだけで、もう口角がぐっと上がった状態がだいぶキープされて、オーディションの前、本番の前など僕よくやってますね。第一印象良くするというと、これするだけでだいぶセリフも滑らかに出るようになってきます。これ口角上げトレーニング、これお家でもできるのでね、毎日とか、毎日やっても疲れるかな。でも気が向いた時にテレビとかぼーっと見ながら、あ、口角上げよう、とか始めたりすると効果あるかもしれないですね。次に顔のアイソレーションっていうのをやっていきます。アイソレーションって何ぞやって思うんですけれども、まあ、順番に動かすみたいな感じですね。まず顔のパーツを、上げていきます。全部上側に上げていきます。眉毛上がるね、目が上がるね、口角上がるね、鼻が上がるね、口が上がるね。この状態になります。画面の前のみんなも笑ってないで一緒にやるんだよ。はい、脱力。そしたら今度顔のパーツ全部下に持っていきます。口が行くね、口角落ちるね、鼻が落ちるね、目が落ちるね、眉毛落ちるね。はい、脱力。次、全部のパーツを右に持っていきます。はい、口が行って、口角行って、鼻が行って、目が行って、眉が行って、
こんな感じかな。全力で右に顔のパーツを持っていきます。こうなんだ、左側パンチ受けたみたいな。はい、脱力。はい、今度左に全部持っていきます。皆さんね、笑ってないでね、やるんですよ僕がただただひたすら変顔をする動画じゃないですからね。皆さんも一緒にやるんですよ。今度左に持っていきますよ。口がいくね、口角いくね、鼻がいくね、目がいくね、眉毛いくね、にょーっとぎゅーっと左を持っていくよ。安倍氏の顔だよ。はい、脱力。だいぶね、この辺赤くなってきたと思いますよ。これがね、顔のアイソレーション。次、顔の集中と解放というのをやっていきますね。まず集中と言って手を叩いたら、全パーツを真ん中にギュッと寄せて梅干し食べた顔みたいな感じになります。試しにやってみますね。皆さんも一緒にやりましょう。集中、ギュッと顔のパーツを真ん中にギュッと寄せます。できたかな。次、解放と言ったら、今度顔のパーツ全部を外側に思いっきり開けてください。解放、やってるかな、みんな。はい、脱力。そしたらこれを4回繰り返します。いきます。集中、解放、集中、解放、集中、解放、集中、解放。はーい、オッケーでーす。こんだけ顔の筋肉を動かすと、やっぱりホコホコほてってきますし、だいぶ柔らかくなって口の周り潤滑になってきます。で、表情筋が動くようになると何がいいかっていうと、まず女子小顔効果あるぞこれあと役者の何が魅力的かって言ったら、やっぱり表情がよく動くことが僕魅力の一つじゃないかなと思うので、こうやってね、顔の筋肉のトレーニングしていろんな表情が作れるようになってくると、役者としてレベルアップしていくんじゃないかなって思うので、今日はお家でできる表情トレーニング、眼筋のトレーニングの動画でした。お家でぜひ暇な時間、時間空いてるな、テレビ見てぼーっとしてるなっていう時にやってみてください今日の動画はここまでになるんですけれども、この後は2つ動画作る予定なんですけれども、今度は舌の位置の意識、3つ目は実際にあいうえおやういろうりなんかを使って早口言葉などやっていきたいと思っております。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバーイ。